でこっちから降りるとね、あの久保下の、あの下山口っていうふうに書いてありますけど、鼻毛通しっていうんですね。なんかね、こう穴の中にこうキュッとこう松が生えてて、それが鼻毛に見えたっていうんだよね。それで鼻毛通しって言われてるんですね。でもう一つはこっち側にね、また鎖場があるんですけど、その鎖場の方からちょっと降りていくね。スルッと行くです。ワテもそうだよ。あの高所恐怖症だったワテがなぜか怖くなくなった。それはいや、ガモ岳降りてからかな。ガモ岳で怖くなくなったんです。そういえば、うんうん、こんちゃん降りとるで。松ぼっくりしょってな。ここはすごいな、ポンちゃん。うん、石登りだ。行くで、ポンちゃん。よいしょ。この木が出てくるとね、安心感あるよね。木が守ってくれてるな。柵がついてるみたいな。下までは落ちないっていう。これは、ま、何にもないと、やっぱ雪山のあのツルツル点は怖いです。スタンステンって言ったら、そのままさピッケルなければ止まりませんっていう。また下りが楽しい。ジャングルジム。あら、ポンちゃんがまた降りております。ロープを伝って行くで、ポンちゃん。ポンちゃん、ガモ岳登って降りたらどんな山も大概の山行けるんちゃう、これ、うん、ただ距離が短いだけやな。あれな、訓練になるな。訓練になる。だってつばくろ岳だってこんなとこないで。そうだな。安大さんだってこんなところはないな。そうそう、うん、ほら、くっつき合ってね、ねじれてね、これでねじれる、うん、繋がってるからね。それで仲がいい目を止まって、あー、ポンちゃん、ここだよ、ここが怖かったんや。ああ、そうやな。もうここで終わってたな、あの時。うん、でもこの斜面を登るのは怖かったもんな。今何でもないし。なんでこれが怖かったって思うんだよ。
って感じだったよね。でしょ？ショート再現。大無理。降りるの嫌。やっぱり演劇入っとるわ。演劇。今演劇入っとった。降りるのも平気。かなり入っとる。入っとった。震えてないもん声が。演劇入りました今。演劇入っとる。山すごいね。あんた。山すごいよ。こんな崖っぷちに。立って山見れるなんてね、すごい ね何や、ポンちゃん。ポンちゃんはな、うん、自転車に乗るんだ。そうやな。自転車に乗ったらな、うん、危ないからな。ポンちゃん、それを言うなら宇頂天やないか。元気やね、ポンちゃん。マジ元気。ポンちゃんやね。宇頂天です。最後の樹林帯にね、この祠がありますよ。これこの蒲生岳のね、神様、うん、二良山神社が上に祀られてたんで、まあ多分二良山神社のね、祠だと思うんですけど、お参りして帰りますか。じゃあの神様でしょうかね。今日はどうもありがとうございました。とても素晴らしい山で、これをですね、YouTube で世界中に配信しますので、どうか世界中の方が見てこの蒲生岳を訪れてくださいますように、田部井順子様ともどもお願い申し上げます。きっと田部井さんもそう思っとる思います。会津のマッターホルンと田部井さんがつけたということやから、きっとね、思い入れも深いやろうということでね。ありがとうございました。あ、ポッちゃん、これね、カンパガシ水。水ね、ちょうどね、蒲生岳の登り口に湧いてて、水がどんなに足りない時でも枯れないっていうね。すごい冷たい。冷たいよ。あ、見て、あんちゃん、これほら、スミレの花咲いてる。ほんとだー。小さいスミレ。小さい、かわいいね。美味しいお水。美味しいお水だな。美味しいお水、ありがとう。これはやっぱり行きと帰りによるもんやろ。うん、ここで水汲んで行くやろ。な、蒲生岳のお水やと。雪解け水やろな。ずっと地下を使ってここまで来て流れとるやろ。